はい、どうも皆さんお久しぶりです。スゴロクでございます。スプラトゥーン2実況プレイなんですが、ちょっとね時間が空いてしまって申し訳なかったのと、久しぶりというのをですね、今回ようやくガチマッチをやっていこうと思います。もうね多分3ヶ月以上空いたんじゃない？前回ね上げたのが多分8月頭とかだったと思うんで、いや本当にね絶対もうこんな遅くなると思わなかったんですけど、今回はガチマッチやっていこうと思います。で、未だにやってないのがガチホコなんでね、ガチホコの時間狙って今動画撮影してるんですけど、ガチマッチあんまりやってこなかったんですが、最近ねちょっと頑張ってやろうって思ってて、ガチホコだけ A 隊入りました。はい、見てもらうと分かるんですけど、なんで、A 隊の世界でねガチマッチやっていこうと思います。行きましょう。よし、やっていきましょう。ガチホコバトル、バッテルストリートですね。さあ、久々のガチマッチ喋りながらできるのかっていうね。 OK。 さあ、初動がね自分弱いなと思うんですけど、何したらいいか分かんないというか、まあ、それ割りに行けばいいんですけど、裏取りとかね、こことかね、よいしょ。うっそ、当たったでしょ。もうもうついに今2人取れてよ。ナイスナイスナイス。いやこういうとこだな、マジで弱い。防ぎました。相手3落ち、傘しかいないけど、あの傘落ちたんじゃないさっき。じゃあ割ってこう。よいしょ。でこっちから行こうかね。足つけばカウント進む。 OK、これとりあえず進めるところまで行こうって思ったけど、まずドケツ、待って、やめな、これ下がろう。来られるな。こっち行って一旦道を変えよう。カウント進められるか。いや、いるな、いるな。まあ、ちょっとこれ仕方ないな。でも塗りは相当抑え込んでるね。多分落ちてんのか自分含めて。そこのプレッシャーはないっすよ。こっちからちょっかい出そう。降りたね。オッケーオッケー、ナイス。ほんでもって割ろう。割ってオッケー、ほい、よし、いいよ。これ先導しよう。ほい、オッケー、カモン、よし、いいね。俺なんで今死にに行ったのか分かんないけど。OKOKOK 割とスムーズな勝ち展開だと思う。スムーズな勝ち展開だったと思う。これはいいね。武器プラン強かったね。シューター2の長射程2人いて、自分はローラーで、ただ全然仕事はしてない。寿司が強い。9キル。いや、やっぱ味方だな。味方にキャリーしてもらったからな、A 隊まで。実力は B ですからね。もう試合やっていきましょう。よし、もう一個のステージ。ガンガゼ野外音楽とやっていきましょう。そう、A 隊まで来たけど、ほんと、あ、ローラ2か、カーボンと。来たけどね、ほんと、味方に助けてもらってる感が半端ないんですよね。よいしょ。あ、ちょ。やべえ、出遅れた、これやばい。あ、でも右からナイスで、ボム来てます。また右から来るかな、もしかして。いや、ちょっとちょっと出そっか。右から来てるっぽいな、これ。いや、ちょっと通って、これ巻いた方がいいな。待て、やばいな、やっぱそうなるよね。 OK、 割ります。どっちから行くかな。あっちから行こうか。ナイス、これ上足ついて、よし、これもらったろ。 OK、 カモン、ほい、いいね。いいよ、ナイスキャリー。いや、持った人うまかったな、今ローラーいたの分かって一歩引いて。え、なんかスムーズに勝ちすぎてて、動画が短すぎる、ちょっとやばい。いや、試合展開めっちゃ早かったなぁ。一回落としたのにね、ここ。ちょっと早かったから、もう一試合やろっかって言って、なんか泥沼になって先般かます試合を取りそうで、嫌だな。
じゃあもう一試合バッテラストリートですね。前回のガチマッチの時回転落ちしたよね、マッチング中に。定めなのかな、射程がこっち短いってか、アイテムか。いやー、でか、実はやらかしまして、実は、ね、この試合やる前にもう、実は一回やったんですけど、まさかのね、あの、郵便物届いて、できなかった。できなかったっていうか、途中で、待っちゃった。やらかしたなぁ。取り行ったら、あー、待って、上から見られてる。おー、ナイス。裏取りしてくれたんかな。そう、ローラー対打ちか。さあ、状況は押してるね。これね、後ろから来てる。ジャンプして、失ったか。じゃこれ、そのままれを。割って、来い。よいしょ。進めよう。来い。待って、うぅ、いいとこに飛んできたな、あいつ。あー、着地。お、よく防いだね。でもまあ、いいとこに押し込んだんじゃないか。あそこ最悪ご利用してきてるぞ。待って。ふっ、うわ、くっそ。今叩き潰せると思ったんだけど、ナイス。これはね、うん、いけると思うんだ。失った？うっ、今山のこっち側にいたのに叩かれるんだ、あれ。全押しか。クッソ、今叩かれない自信あったんだけどな。この一瞬で3回落ちたぞ、俺。やばいね、これ。こっちからね。はいよ。バッタリーも引けると思ったんだけどな、無理か。そうそうそう。もう奪われるよね。奪われて、そっからの動きが重要。ポイズンミスト強いんだよな。下がって、OK。ナイス。で、ジェッパか。え、何？え？何だった今？普通にジェッパーのあれかな、弾がスーッてきたってことかな。よし、これ取った。これはカービング投げて、これ取ります。前行って着地、もう一人取ります。くそ、限界か。いや、結構粘ったんだけどな。さあさあさあ、でもまあなんかずっと正面から来てるから、これ続けばこっちの方が立方近いから、 OK、 よし、いいね。そしたらこれね、左から持ってこう。 OK、 持ってく持ってく。あ、いや待って、全落ちしてるから正面から行こう。待って、こっちこっちこっち、こっちがいいよ。よいしょ。って思ったけど、ここでちょっかい出して、待って、後ろから来てるのきついな。このまま、ちょっかい出して反対側に逃げようと思ったけど、後ろから来られるのきついわ。引いてもらって、ここね。OK、ナイス。あーまあ、ナイスよ、このタイミングで。いけるいけるいける。ローラー振ってきやがって。ほら、よし。これは、来るかな、来たね。ボム投げ下がろう。防ぎました。待って、あっちか。これもらったろ。 OK、 もらいました。失った、すぼ。やべ、これやばい。でもって、ちょっと一回下がろう。これダメだ。待って、そこ飛んでくるのやばいよ。大丈夫か。え、嘘でしょ、嘘でしょ。ねえ、今勝ち試合だったのに。勝ち試合だったのに取れないし、もう。え、すみません、めちゃくちゃ歯切れが悪いですか。これで終わります。ちょっと回線こんなに急に弱くなると思わなかったな。
右上見てもらうと分かりますが、ひびがめっちゃ入りました。くっそ、めっちゃ悔しい。カウント1だよ、絶対勝ち試合だったよあれ。もういや、味方も申し訳ない、本当にごめんなさい、マジでマッチングした人。くそ。はい、では、今日はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。次回以降ね、また回線落ちしないように頑張ろうと思います。お疲れ様でした。